戦。また来てくる。孫権と行動を共にする竹中半兵衛らは大阪城に向かった。そこでは各地から集められた潤沢な資材を用い、決戦兵器八潮織の増産が行われていた。妖者討滅を唯一可能にする兵器、やがてその存在を嗅ぎつけた妖魔の大軍が攻め寄せる。しかし討伐軍にはわずかの動揺もなかった。八潮織の警備には最大の戦力が割かれていたからである。孫を、上杉、武田、北条、織田、各国が手を取り合った今、妖魔の軍勢などを恐れるに足りない。妖者出現の事実は変えることができなかった。だがこの先の未来を変えることはできる。それだけの力を人は手にしていた。妖者を倒すための兵器、八潮織の量産が完了した。あとはこいつを討伐軍の拠点小田原城に運び込みや、俺らの仕事は一段落。報告します。妖魔の大軍が接近中とのこと。じゃ払うべし。今のわしらなら余裕だね。江東の虎に甲斐の虎、越後の竜に相模の獅子、おまけに魔王まで揃っとるからね。私は参りましょう。打て、たやせ、文化のごとき妖魔を。行け、数に任せて押し進むぜ。暴走きたれき、変身が防がん。ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおうか。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。江東の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに、相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦いびっくり動物大集合だね。熱戦。いい旗打ちだ。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。ういっ。
骨ごと噛み砕いてくれよ。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。偉い人たちが揃ってるとさ、楽できていいよね。こうして皆が結束した。これこそ半兵衛殿の努力の賜物です。今回は俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美ってことで。ダメでしょう。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。熱す。おや、お猿さんに一杯食わされちゃったかね。しまった。万全の獲物に気を取られすぎたか。今が好機だ。離れて奴らを潰せ。城内の味方と合流したいところだが、門を開ける方法がねえ。城外にあるあの兵器、あれを用いて城壁を打ち破って。ご堪能ください。門を通らず壁を壊すだと。アホな考えだが悪くねえ。もう偶然は起きない。僕が人間に負けることはない。ナタ、清盛のおっさんに無理言ったんだ。きっちり働いて恩返ししてくれよ。おっさんと俺の妖力を込めたその体、そいつがありゃ負けねえだろ。やりおる。見つけたぞ、ナタ。俺と勝負しろ。ここで両夫の登場とは。ますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しむ。やりおる。敵将討ち取りました。どけ。俺の狙いはナタ一人。貴様ら雑魚に用はない。超サク派だ。超戦無事だったのか。王政様、私と共に歩んでいただけますか。何の理由だ。悟空様のお出ましだ。さあ覚悟してもらうぜ。それと戯れよう。変身の時って使えたら便利だろうな。
出ろ。分身を働かせればこれは寝て暮らせるし。お前なら分身も寝てそうだけどな。見事。いい働きだ。おや、妖術かね。簡単には開かなそうじゃな。ふん、のこのこよる。メス。敵将を討ち取った。良きもののふよ。盛大に壊れちゃったの。これなら楽々取れるわい。派手に壊しやがって修理が大変だろうが、ま、知ったこっちゃねえ。ナタが困るんでな。孫悟空様の本気見せてやるぜ。やるじゃねえのよ。敵将いてこましたった。まさに地獄ぞ。おっさんへの恩義、ナタとの友情、俺もいろいろ抱えてるんでな。悟空班も大変なんやな。だろ。だから見逃してくれよ、キミコ。それとこれとは話が別や。バッテリー。役目退位。やるね。けど、まだだぜ。この程度では満足そうな。ナタ、すまねえ。やられちまった。術の秘密。今ぞ撃て。
玉はこの俺が倒す。誰にも邪魔はさせん。またあんたか。どうして無駄なことを繰り返すの？自分の任務だ。僕が弱いはずがないんだ。だって強くなるために改造したんだ。そんな無駄だった。龍馬は打ち払った。小田原城へ向け兵器を運び出す。幼者討滅の戦始めようぞ。僕も三度も人間に負けた。立て、戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのか。全て打ち払い、これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて、久しぶりに小田原へ帰るが。うん。五郎冠、生徒に向かった者たちも役目を果たし集っている頃だろう。幼者討滅の戦開幕ぞ。欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰だ。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カブチン、呼ばれてるよ。
これでヤシオウリを運び出す手はずは整った。しばし時はかかるだろうが、十分な数のヤシオウリが小田原に集まろう。劉備のもとへ向かった曹操、幼者のもとへ向かった曹丕、この地にて他の者らの合流を待つ。後小田原城にて幼者討伐の軍を起こそう。